どうもこんばんは皆様。本日はミニ竜というポケモンの可愛さについてね、皆様にお披露目していこうかなと思います。まあ僕のね、このパーティーのね、右上見てください。もうこのアイコンの時点で愛くるしさが漂ってますよね。あ、ちなみにあのミニ竜以外のポケモンは普通に強いポケモンで固めてありますけど、まあミニ竜はまあ出すんで、まあそこら辺はちょっとお許しいただければなと考えております。というわけで初戦の相手のイフさん、対戦よろしくお願いします。まあこの相手にはね、ミニ竜刺さってますね、アメパーなんで、多分初手ミニ竜から入ってっていいんじゃないか。ミニ竜でトノグドラっていうか、なんか相手のパーティーナットレイ以外はミミッキュでなんやかんやできそうなんで、ミミッキュでこの2匹だとちょっとナットレイがね、まあミニ竜でナットレイ倒せなくはないんですけど、まあ倒せなくはないんですけど、まあさすがにちょっと対ナットレイに不安が残るんで、まあラストはマンダボー。マンダボーだったらまあ多分ナットレイごときだったら一方的に起点にしてステミタックルで吹き飛ばせるんで、こういう戦術でいこうと思います。まあ皆さんね、戦闘狂なんで、まあおそらくミニ竜っていうポケモンのこと知らないと思うんですけど、まあ、ミニ竜はあれですね、海竜の、まあ海竜だったら皆さん知ってると思うんですけど、海竜の進化前の進化前です。見てこれ、バカ可愛いでしょ。鳴き声からこの見た目まで、このナメクジみたいな見た目までめちゃくちゃ可愛い。ニョロトの、これ脱出ニョロトのじゃないの、脱出アメっぽいんだよな。まあ、QR なんで調べたら一発で出るんですけど、めんどくさいんで調べないんだけど、まあ、多分脱出展開ニョロトノだと思うんで、でも脱出ボタン持ちニョロトノ初手に出すってどういうことだ。まあ、脱出ボタンニョロトノはこういう感じでちょっとつっついてあげれば、引っ込むんで勝手に。とりあえず一回つっついてあげましょう。あー、まあでも裏がトノグドラ、ラストナットとかだったら、まあこっちのボーマンダに対してナットレとかと対面してしまうと一方的に起点にされて全抜きされかねないから、ニョロトノから入るのはわかるか。ここは流星群。なんとこのミニ竜というポケモンね、この見た目でドラゴンタイプ最強技である流星群を使います。まあ気合いの助けです。あ、これあれですよ、別にそれ海竜でよくねとかいう、そういう話全部スルーさせていただくから、ちょっと差別化できてるからね。海竜は飛行タイプついてるんですよ。ミニ竜は、弱っ、ちょっと待ってあれなんですけど、特攻に努力しぶっぱしてて、これは弱いでしょ。ちょっと待って、神速読まれそうなんだよな、ここの神速。なんかプレイングが浅い気がする。ニョロトのタイミングでだってミニ竜の神速もう見せてましたからね。いや、まあでも神速でいいか。ニョロットのキングドラ、そしてここまで削ってくれたら、まあミミッキュの陰打ちでも対処できるようになったし、いや、まあ引くか。ナットレイね。まあ、ミニ竜の仕事の量としては十分。ちなみにミニ竜と海竜の差別化は、飛行タイプがついてるか否かぐらいの、タイプ違うから。タイプ違ってたらそれでよくね。なんかお疲れミニ竜。よく頑張ってくれた。あ、かわいい。ポケモンに対してさ、この可愛いとか言ってるじゃないですか、僕。なんかガチでさ、そういう人だと思われてそうで怖いんですけど、まあ、僕がこのポケモンに対して可愛いっていう抱いてる感情は、ペットに対して可愛いって言ってる以上の何者でもないから、まあ、そこら辺はちょっと誤解しないでいただきたいですね。こっからもうボーマンダで全抜き。多分、ここまで、荒らせとけばボーマンダプラスミミックであれなんだけど、暴れてカチカチ山だと思うんですけど、マンダは初手竜前。まあミニ竜あれだね、ミニ竜がナットレに殺されちゃったから、なんだろう、子供の復讐家のごとくボーマンダが出てきたね。ミニ竜の進化系は海竜だってボーマンダではないよみたいな、そういうコメントは全部スルーさせていただきます。卵グループって多分ね、ポケモンあんまやってない人なら知らないと思うんですけど、なんか卵グループってのがあるんですよ。その、なんだろう、例えばポケモンって同じポケモンと同じポケモンを預けなきゃ卵を産まないってわけじゃなくて、例えばボーマンダと海竜でもメスの方のポケモンの卵が生まれるんですよね。だからなんだろう、もっと簡単に言うと、ドラゴンタイプの卵を産みたかったら、ドラゴンタイプとドラゴンタイプのポケモンを預けたら、まあ、ドラゴンタイプのポケモンの卵が生まれるんですけど、そういう考え方をすればこのボーマンダもミニ竜の親であると、親とまではいかないけど親戚であると考えることができるんで、親族であるとね。これ勝てるかな、守るあるかな、このナットで。守るあったらだるいんだけど、守るあるか。
した。あれだけさ、あのミニリュウとかいうさ、ゴミモンスでさ、相手のポケモン引っかき回したのにさ、ナットラ一匹に詰まらされそうになってるの普通にやべえな。ヤバヤバのヤバだわ。ミミッキュー。ここは研磨ですね。いや、というかこれあれか、ニョロトのミミッキュでワンパンできなかったら、脱出ニョロトのって多分滅びの歌プラス守るプラス熱湯プラスあと1個がアンコールオア冷凍ビーム1みたいな技構成で完結してるから、なんかあれだな、なんか普通に滅びラス1滅びで負ける可能性がある。なんでここ守るんだよ。え、待って、ここの守る負け筋では、ここだって僕がもし守るに合わせてさ、剣の前してたらさ、ニョロトノももうミミッキの攻撃確実に耐えれなくなってて負け確定してたんだけど、ここ守らなかったらさ、ニョロトノがミミッキの攻撃耐え、ここの守る、いやー、まあ相手のプレイング批判してでも仕方ないんでね、僕のプレイングが浅はかだったということで、まあ守るは別にいいやん。てか守るしてくるんだったら剣の前したかったって話なんで、まあ別に守るされたところでナットレを落とせなくなるっていう話ではないんで、まあ、何かが変わるってわけじゃないから、まあ別にいっか。まあ、僕の勝ち筋としてはニョロットのに滅びの歌がないことにかけるか、あの何ですか、じゃれつくでニョロトの落とせるかの、どっちか成し遂げれたら勝ち。あとはあれか、ニョロトに守るが搭載されてないとかでもまあ勝てる可能性としてはあるか。ちょ、落とせ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 、このクソガエルポケモン。お疲れ様でした。え、なんで熱湯なんだ。え、待って、なんだ相手、え、なんでだ、滅びの歌もアンコールもないのか。え、いや、だってここ滅びの歌あったら滅びプラス守るで勝ちだし、まあ、仮に滅び なかったとしてもアンコールあればジャレツカアンコールしてキングドラ裏から死に出し出してミザーザ打てば勝てるから、なんだ、アンコールも滅びの歌もない脱出によるぞろ。なんか助けられた気がしますけど、対戦ありがとうございました。僕がキングドラ、この HP のキングドラに対してミニリュウで神速を打つとかいう浅いプレイングを相手のプレミで助けてもらったって形になりますね。対戦ありがとうございました。ネコネコさん、対戦よろしくお願いします。まあ、これもミニリュウからでいいんじゃないか。ミニリュウから入って多分ミニリュウが一方的にやられる可能性があるのってカプリヒレぐらいなんで、レヒレとミニリュウが対面してしまった時の引き先に、まあ、化けの皮を縦に強引に後出しができるミミッキュで、ラストはこの2枚だとボーバンダじゃなくて、あのバシャーモに対して不安が残るんで、まあ、ラスイちゃんメガボーバンダ、こういう選出でいこうと思います。まあ、ちなみにお前のミニリュウ、それ別にミニリュウが強いだけじゃなくて気合の助けっていうアイテムが強いだけじゃねえかよみたいな、そういうコメントも、私の都合上全部スルーさせていただきますので、まあらかじめよろしくお願いいたします。まあいいんですよ別に、可愛さというポケモンで他の追随を許さない、あれまずその一点でのみ他のポケモンに対して圧倒的に勝ってるんで、まあ、みんなもねミニリュウ可愛いんでよかったら育成してみてください。こいつは結構いろんな進化前のくせに、あと冷凍ビームとかも使えたりするんで、かなりいろんな技を覚えるんで、10万ボルトとかね、よかったら育成して使ってみてはいかがでしょうか。ここはまあ従来のプラン通り、ミミッキュに交代します。相手めっちゃ考えてるんだけど相手多分ミニリュウというポケモンと対面したことがないから一体何をしてくるのか分かんないから、まあまあ考えてたな。別になんか特になんもないんで、普通に殴ってきてくれて、殴ってきてくれてよかったんですけど、なんかこのなんだろう、レヒレが挑発とか持ってて挑発打つかどうかとかで迷ってたりしたのかな。首折れていくで、あーこれあれなんですよね、レヒレがその控えめで特攻にぶっぱしてたら Z ハイドロポンプで落ちる可能性があるんですけど、まあここは相手がランドロスとかに肯定してくる可能性もなくはないし、相手のレヒレが C 削ってる可能性もあるから、甘えて剣の前させていただくか、そもそも Z 落ちじゃない可能性もあるしね、こんな感じで、剣の前自然の怒り、ここは Z シャドウクロー、
待って、このままいくとあれだ、ミミッキュがただ強いだけの動画になってしまう。あれあれ、これミニリュウのちゃんと活躍の場所あるかな。漆黒の闇の中に消えろ。久々にこれ言った気がするな。最近僕こういう言い回しなるべく言わないようにしてるんですよね。なんか最近になってやっとね、恥ずかしくなってきたね。そういう恥じらいという感情を、まあ、ここまでポケモン実況やってきてね、やっと覚えました。シャドクロレンだよな。まあ、ミミッキュ受けれないってことは、ランドロスいなさそうなんだけど、裏どうなんだろう。バシーモ。メガ、ここはもう影打ちで雑に切ります。ラストなんだろうな。ランドロスは多分なくて、できれば馬車だと誰がきついんだろう。でもボーマンでなんか若干舐めてる気するんだよな。まあ、できれでも相手できなくもないし、まあ、もしこの馬車モが目覚めるパワー氷とかを搭載してた場合は馬車モでも相手できるけど、いやでもまあまあまあ、ラティオさなんかそう考えるとなさそうな気がしてくる。ガルドか、対面で有利なガルドか、バンギかな。ここボーマンだから入りません。目覚めるパワー氷があるとめんどくさいんで、ここはもうミニリュウから入ります。この HP のバシャーモだったらさすがに流星群で飛ばせると信じたい。守るのはズルじゃん。守るのはズルじゃない。もう流星群あるのバレーなの結構痛いんだけど、これ絶対下げてくるじゃん相手。こっちのミニリュウさすがに助け警戒してくると思うんだよな。普通に殴ってほしかったんだけど、ミニリュウぐらいだったらいいやと思って。あーやべ、これバンギかガルドだよね絶対。あーやばいやばい。普通にあのこのガルドをボーマ、いや無理か、ゴースト Z だったら。あ、待って待って待って、この外しはマジででかい。この外しはマジででかい。なんででかいかっていうと、特攻が2段階下がらないんですよ。でミニリュウはなんとギルガルドより遅い。ギルガルドより遅い、それすなわち相手のシールドフォルムの状態を剥いだ状態で、まあ、特攻にぶっぱしたね。このミニリュウの大文字がね、相手のギルガルドに突き刺さるというわけですよ。くたばりな。はっ、え、弱っ。じゃあね、大文字じゃないですやん。うん、完全にこれ火の粉ですやん、火の粉。大文字とは、まあ許す。うん、まあ、可愛いから許す。ミニリュウのさ、攻撃される時のさ、なんかしょんぼりする顔めっちゃ可愛いんだけど、ちょっと今ここら辺に画像でペッて貼っとくわ。ポケモンがボコボコにされてる瞬間の様子を可愛いとかいう、まあ、動物愛護団体に訴えられてもおかしくない、感覚をお持ちの犯罪者ライバルですが、よろしくお願いいたします。ここデューマイは選択できない。レヒレが Z じゃなかったんで、相手のパーティー的にガルドが Z の可能性が結構あるんですよね。だからここ悠長にデューマイしてる間にゴースト Z ぶっぱなされたら終わるんで、ここはこうして、バシャームがおそらくボーマンダに対して打点がないはずなんだよな。でここなんですけど、僕がバシャーモを使ってる時に、仮にバシャー、あのボーマンダ側に打点のあるバシャーモを使ってた場合は、僕ここバシャーモ側だったら絶対守る。だからデューマイする。でここで僕がさっきメガ進化ボタンを押さなかったことが生きてくるわけですよ。僕ミニリュウとかいう意味わかんないポケモン入れてるんで、もしかしてこのボーマンダもメガじゃなくてコナリスカフ、なんだっけ、メガコナリスカフボーマンダなのではないかみたいな疑念を相手に生ませることにより、ここの守る、ここの守るをさせて、そこに対して僕がそこの甘えに対してデューマイをドヤ顔で積んでいくという。はい、まあ、これはもうお互い素早さ1段階ずつ上昇中なんで、まあ、俺はさすが勝ちましたね。おい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 、なんだこれは、どうなってんだこのゲームは。お前さっきさ、ドヤ顔、守り読みでドヤ顔でデューマイをしたのもこれ完全にチャラじゃん。全く意味をなさないんだけど、目覚めれば氷あるしよー。はぁって耐えるんかーい。あ、耐えましたね。あ、言うてメガボーマンダ結構耐久あるしな。馬車の目覚氷、馬車のってか目覚氷ぐらいだったら耐えてくれるか。まあまあまあ、結果オーライです。こうなるんであれば最初からさ、守り読みでデューマイする必要なかったって話になるんだけど。まあ、それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。みんなもミニリュウゲットしよう。